落語は変わりませんですね。こうやって着物を着て座布団へ座っておしゃべりをして、お客様に聞いていただくという。質案かい、よく来てくれた。さあさあこっちに入っておくれ。どうもすっかりご無沙汰をいたしまして、あいすいません。いやいやいいんだよ、無沙汰をするくらい。それだけお前さん仕事が忙しいんだろ。こんな結構なことはないよ。まあまあもっとこっちおいで。いや実はね、まあ、この長屋にはね、まあ、いろんなやつがいるが、私はお前さんが一番好きなんだよ。うん、もう人間は真面目だしね、仕事は一生懸命毎日するしさ、私はぞっこんお前さんに惚れ込んでるんだよ。うん、でね、まあ、今日お前さん呼んだってのは他じゃないんだがな、どうだい吉さん、お前さんもいつまでも一人でブラブラしてるってわけにもいかないだろ。どうだい、この辺で、まあ、所帯を持とうなんて気にならないかい。実はね、この相手ってのがこの長屋の不動盆ところのお滝さんなんだよ。え、お滝さん、おいやさ、人をからかっちゃいけないよ。でそのお滝さんには今言った不動盆家園って公爵士の亭主がいるじゃありませんか。つい一月ほど前だったかな、あれは巡業先で死んだよ。え、不動盆が死んだ。ちょっと大家さん、本当ですか。ありがとうございます大家さん、本当にお滝さんが足の嫁さんになってくれんですか。早い話がね、借金ともどもお滝さんをもらってもらいたいんだよ吉さん。どうだい。わかりました、いいっすよ。明日ね、お滝さんが来てくれんだったらね、借金があるくれの方が仕事をしてても張り合いがありますから。え、いけねいけね、え、あんまり浮かれてるってと、お滝さんに嫌われちまうから、え、ちょっとごめんない、え、すいません、ちょっとごめんないよ、え、ごめんない、え、すいません、え、ごめんない、え、ちょっとごめんない、え、ごめんない、え、どうもすいません、言ってない、いつ来てもいい心持ちだね。だけどな、だってあんまり調子に乗ってるってと、お滝さんにバカにされるからな。この長屋にも一人もんは大勢おりますが、あの鍛冶屋の鉄さんなんざどうです。まあ鍛冶屋の鉄さん、あの人は商売が鍛冶屋だけに色が真っ黒でしょ。表も裏もわからない顔してますよ。タバコ吸って煙が出た方が表でしょ。ああいう人は私は嫌いですよ。あ、そうですか。じゃああの広め屋の万さん、まあ鎮土屋の万さんはチャラマンさんホラマンさんと言って嘘ばかりついてんですよ。ああいう人の言うことは膝から上は取り上げません。カバみたいな人ですよ。あ、そうですか。じゃああの隙返し屋の徳さん、まああの人は商売が隙返し屋だけに尻紙に目鼻つけたような顔してるでしょ。ああいう人も嫌いですよ。あ、そうですか。じゃあお滝と呼んでもいいんですね。呼んでくださいよ。お滝、はい、お滝、なに、お滝、うーん、寝ようか、うん、あの野郎な、すっかり残せやがってな。ゆいって俺たちの悪口言ってたぞ。どうだ、面白くねえだろ。面白くねえや、どうだ。ほら考えたんだよ、明日の朝な、吉公が大家のところ行って、どうしてもお滝さんは嫁にはもらえませんと言わなくちゃならねえような筋書き考えたんだが、おめえたちこれ乗らねえか。乗る。乗るよな、万さん。冗談じゃねえ、あの野郎にそんなこと言われてよ、黙っちゃいられねえよ。おう、いいよ、乗るよ。どうすんだよ。実はよ、不動坊の幽霊出すんだよ。不動坊の幽霊、あいつ出てくれるかね。おめえ何考えてんだよ。本物だぞってんじゃねえんだバカだね。こいつはそうじゃねえ、この先のほら二豆屋があったろ、あの裏手によ万年前座の話し家が住んでんだよ。うん、なんでも夏になるってと師匠が怪談話やって、その野郎が幽霊になって出てるって話聞いたんでな、そいつを不動坊で出してもらおうと思って、さっきちょいと声かけといたんだ。はしごがかけたのか、どうだ。あ、これか。じゃあ俺が先上がるからちょっと待ってくれ。いいか、いいよ。じゃあな、哲さん、幽霊先上げてってくれ。幽霊、お前気をつけて上がってこいよ。衣装引きつってんだからな。幽霊が落っこって目回したなんてシャレにならないぞ。よし、哲さん、いいよ、静かにな、音をさせるなよ。よし、なんだてめえは。何でしたっけ。そうなんだよ、忘れてるよ。不動坊火炎の幽霊だ。不動坊火炎の
あ、幽霊だ。何よ、不動坊の幽霊、なんだってて、てめえ今自分こんなところに出てきやった。何でしたっけ。しょうがない、そっくり忘れてるよ。これ四十九日も過ぎぬのに嫁入りするとは恨めしい。四十九日も過ぎぬのに嫁入りするとは羨ましい。羨ましいじゃねえ、これ恨めしい、恨めしい。何よ、四十九日も過ぎぬのに嫁入りするとは恨めしいだ。おう、てめえがそういうことになったらこっちも言いたいことあら。てめえはほぼ借金を残しやがって、その借金をおたきさんが消さなくちゃいけねえんだ。できるか。できねえだろ。だから俺がそっくりそれを払ってやろうってんじゃねえか。だからまあてめえに喜ばれたってな、恨まれるような筋なんざねえんだぞこっちよ。あ、そうですか。すいません、いや、そういうことちっとも知らなかったもんですから。くずい、あのくず屋さん。へい。ひょいと見ますってえと年の頃なら17、18でございますかね。みすぼらしいなりはしておりますが、どことなく芯のある娘さんで。すいません、くず屋さん、ちょっとこちらへ。父上、父上、あのくず屋さんをお連れしました。お、くず屋さんか。さあさあ、いいから中に入ってください。いや、ここにあるくずを引き取ってもらいたいと思ってな。ところでくず屋さん、ここにあるこの仏像であるがな、これは我が家に古くから伝わる仏像で、まあこれといったことのないもんではあるがな、どうだろう、200文で引き取ってはもらえぬかな。よありましたな。どう、じゃあ、あのこうしていただけますか。その仏像、私200文でお預かりいたします。で、脇へ持ってってそれより高く売れましたら儲けの半金はおとろげに上がりますんで。くずーい、おれ、くずや、くずや、えい、えい、あ、お呼びでございますか。うん、そのカゴの中に入っているもの、それは仏像か。え、あ、これでございますか。え、え、これは仏像でございまして。おお、これはなかなか良い仏像であるな。うん、なんだ、中でごとごと言っておる。これは腹ごもりであるな。仏像の中に小さな仏像が入っているのを腹ごもりと言いまして、大変に縁起のいいもんとされておりまして。くず屋、あ、この仏像はいくらだ。今あの200文で預かってまいりましたんで、それより高く売れりゃいくらでもよろしいんでございまして。なんだ、欲のないやつであるな。さあ、これからこの仏像をぬるま湯につけまして、あちらをこすりこちらを磨きしておりますってえと、仏像の台座の神が破れるってえと、中からゴロゴロ出てまいりましたのが仏像でなく小判。数えてみますってえと50両ある。わしは仏像を買った覚えあるが、中の50両を買った覚えはない。いや、この仏像を売った者も中に50両入っているのを知らずに売ったのである。いや、元の持ち主に返したいと思うが、いかがいたしたもんかな。さようでございますな。まあ、くず屋というのは通る道が決まっていると申しますんで、またお松下を通るんではございませんか。おう、そうか。ああ、それならばいい。仏像はでございますな、千代田牧斎様という方のもんでございまして、え、元はお殿様に仕えていたんでございますが、今はご浪人様でございます。何、ご老老の方であるか。そうなんでございます。で、伺いましたところ、ご浪人になりますとなかなか食べるのが大変だそうでございまして、何しろお暮らし向きが苦しいようでございます。いや、私くず屋は申すんでございますから間違いはございませんで、その50両あれば千代田様さぞお喜びになるんではないかと思いますが。そうか。ではくず屋、あ、この50両は千代田氏に届けてはくれぬかな。さようでございますか。へへ、よろしゅうございます。何、仏像の中から50両出たと申す。そうなんでございます。で、高木様が言うには、仏像を買った覚えはあるが、中の50両を買った覚えはないので、この50両は元の持ち主に返してこいというんで、私預かってまいりました。どうぞこの50両お受け取りを願いまして。いや、くず屋さん、わしはこの50両を受け取るわけにはまいらん。どうしてでございますか。
や、どうしてと申して。わしは仏像を売ってしまった。売ってしまったものはわしのものではない。相手のものである。だからこの50両は受け取るわけには参らん。でもなんでございますな、買われました高木様がそれでよろしいってんですからいいんじゃございませんか。いや、それは確かに我らが先祖が何かの時のためにと思うて隠し置いた50両であろうがな、わしはそれを知らずとはいえ売ってしまった。そのような懐の者にこの金を受け取る資格はない。だからわしはこの50両を受け取るわけには参らん。弱りましたなと思ってんで弱りはった清兵衛が、ああ千代田牧さんが住まってるところの家主に相談いたしますってえと、いい話じゃないか。そうだろねえ、花は桜木人は武士なんてことを言うがね。いやいや、そういう話だったらね、私が間に入りましょうってんで家主が間に入りまして、千代田様、そういうことでございますんでどうぞ20両お受け取りを。いや大家殿、わしはこの20両は受け取るわけには参らん。いえ、そうおっしゃらずに、いや高木様もそれでことが収まると言うんであればと言うんで受け取っていただきましたので。いや、高木氏は高木氏、わしはどうあってもこの20両は受け取るわけには参らん。弱りましたな、どうも。さようでございますか。ではこうしたらいかがでございましょうかな。まあ20両の礼と言ってはなんでございますが、何か一品差し上げたらいかがでございましょうかな。100両の方に網笠一貝という例えもございますんで、まあ用事一本、ちりっぱ一枚でも差し上げればお気が済むんではございませんか。いや大家殿、差し上げると申しても見た通りもう我が家にはこれといったものは何もない。くず屋さん、いや大家殿、ここにあるこの茶碗であるかな、これは我が家に古くから伝わる茶碗で、まあ今ではわしが湯茶を飲み薬などを飲んでおるが、これでも構わぬか。へいへい、それでよろしゅうございますってんでこの話が範中華中にわーってんで広まります。この噂が殿様の耳に入りますと、千代田牧祭立派である高木作左衛門あっぱれ目通りを許すというお言葉が出まして、その折その茶碗持参いたすようにという言葉が添えられます。で、高木作左衛門がその茶碗を持ってお殿様の前へ出るってえと、そのそばにおりましたのがその当時の細川家の鑑定士、いわゆるメッキでございますな。殿、その茶碗拝見してもよろしゅうございますか。うん、よいぞ。さあこれからこの鑑定士がその茶碗を見ておりますと、見える見ると目の色が変わってまいりまして、殿大変でございます、これは世に二つとない井戸の茶碗という名器でございます。なに、それが井戸と申すか。ただにこの茶碗世が所望いたす。はあ、ってなもんですね。殿様がくれっていうのを嫌というわけにはいきません。その代わりお殿様でございますから、今度は高木作左衛門に300両という金が下し置かれましてね、高木作左衛門その300両を前に置いて考えちゃった。おいくず屋、どうする。今度は300両だ。ああ、もう何のかんの言っても始まらん。わしが半分の150両をもらっとく。半分千代田氏に届けてまい。冗談じゃありませんよ、冗談じゃありませんよ。50両でさえ手は見せんってなことを言うんでございますよ。150両3倍ですよ。そんなもの持ってってごらんなさいな。ぐるぐる巻きに縛り上げられて逆さに吊るされて首へ離れます。たくさんのご来場で心よりお礼を申し上げます。あの見せ物小屋に、行かれた方、行ったことがあるよという方、今日どれぐらいいらっしゃいますかね。いらっしゃいますか。ありがとうございます。いらっしゃいますな。やっぱりでも少ないですね。じゃあ、あの見せ物小屋に出てたという方いたらちょっと手を挙げて。そんな方はいらっしゃらないでしょうけど、私も経験があります。その一角に大村座というね、見せ物小屋があったんです。で、姉に手を引かれて見たら六六首って書いてあるんですよ。釘付けでしたね。
さあ、あ、遠慮はいらないよ。硬い人だね。まあまあ、足を休めてくださいな。いや、いいから足を休めて。お腹空いてんじゃないかい。そうだろ。ねえ、諸国旅をしてるんだ。あったかいおまんま武田ばかりだよ。刺身でも天ぷらでもうなぎ、何でも言ってくださいな。うんとごちそうするから。いやいや、構わない。遠慮はいらないんだ。うん、あったかいまんま炊けてるからね。まだ、あの、何日か江戸にいるようだったら、布団だって敷いてやる。寝酒の一合ぐらいはごちそうするよ。その代わり、ちょいとお前さんに頼みがあるんだ。よくぶの私に頼みをと。おお、仏様にお勤め、いい。そんなことはしなくていいんだよ。実はね、俺は両国の広小路でもってね、偽物屋をやってるヤシなんだよ。どうも近頃半端なものじゃ客が気度線払ってくれねえんだよ。今思い出そう思い出そうとしておりまして、つまりあなた様、ご飯をご馳走してくださった命の親、その命の親のあなた様に何のご恩返しもできない。それではご恩に様に申し訳ない。何かないかと思っておりましたが、もうこのことは二度と口にすまいという恐ろしい目に一遍だけ遭いました。一つ目を見ました。何よ、一つ目でございます。一つ目、おい、一つ目小僧の一つ目か。さようでございます。どこだい。国ところはもう忘れてしまいましたが、確かに覚えているのはここ江戸より北へ百里ばかり広い腹がございました。池ども池ども尽きぬ腹。ああ、今宵もまた野宿か、心細いなと思っておりました。しばらく行くと腹中に一本の木、おや、こんなところに木が生えていたのかしらと、この木を越えると人足ごとに暗くなってくる。どこで打ち出すやら園児の鐘がゴーン。風がさあさあ、おじちゃん、声がする。子供の声、人家がある。人世の宿を無心しようとひょいっと見ると、木の寝方、5つ6つの女の子、頭には赤い切れ、こう手招きをしている。顔を見て驚きました。顔がのべらでもって目が一つか、まるで冷たい水を頭からかけられたようで、無我夢中で逃げて帰ってきたという、こういう怖い思いを。そういう話が聞きたかったんだよ。おい、ちょっと書かせてもらうよ。江戸から北へ百里ばかりの広い腹があって、こんなところに木が生えてたかしら。この木を越えると暗くなってきやがった。ゴーン。おじちゃん。金のなる木が送ってやったわい。お嬢ちゃん。だいぶコロナの間に喋る習慣が失われつつございました。寄席の楽屋が、これがちょっと冷えすぎなんですが、
夏の間20度という設定でございました。20度というのは霊安室と同じ温度でございます。まあ受けなかった時に芸人が腐らないようにというお席亭の心遣いだったわけでございますが、まあまあ運不運というのはどこから訪れてどこへ行くのかというのがまあわからないところが楽しみのようでございますが、どうも、本日は手前どものような汚い旅籠にお泊まりをいただきまして、誠にありがとうございます。いやいいんだいいんだ、手を挙げておくれ挙げておく、いいもう私ねこういう汚い旅籠大好きなんだよ。いやまあ私の懐具合でしたらね、この先の大きなところに、ま、泊まれないということはないんですがね、そういうところはまたうちの番頭どもが泊まるたんびに趣味だなんだと銭をばらまいて歩くもんだからね、私が顔出す、あそこの旦那様がお見えになったと、もう下へも置かない扱いをされるんだ。いやもう私はそうやってね構われるのが二なんだというのも、まあ普段から構われつけてるせいですかね。私のところは奉公人が8000人ばかりおりまして、奉公人が8000人、私のね身の回りの世話をしてくれる女中だけで2800人ばかりおります。大変なお暮らしでございますな。金持ちで、ああよく言われますね、金持ちと、いやあるんだ、うちは小判がねどのぐらいあるかと聞かれても困るんですがね、金蔵がいくつありますかな、これも数えたことはないんだがね、いくつもあるんだ。中にはね、小判の入った千両箱、これがぎっしりと収まっている、収まりきらないものもあるんだ。まあお金、私あの実は富の札を売らせていただいているんでございます。これあの明日湯島天神様の境内で千両富という、富がございましてな、実はここ一枚、まあ、残ったというとなんでございますが、一枚なんでございます。残り物には福があるとかないとかと申しまして、よかったらお付き合いいただけませんか。まあそうだけどね、世の中には なんていうの、思いもよらないことがいろいろ起きるんだよ。だからね、当たると困るな。もし当たると私も困っちゃうんで、もし当たった時はね、お前の方で半分引き取ってくれるか。あれでございます。当たったという私が半分もらえるってございますか。ありがとうございます。いいよ、もうなんかそういう無欲な方はよく当たる、脅かすな。脅かすんじゃ、大きなことは言うもんじゃねえってが全くだ。なけなしの一部あいつに取られちゃったよ。またよく人の話を信用するやつだよ。これだけ吹いといたらね、いきなり旗口をお願いしますと取りに来る気遣いもねえだろうから、まあ適当に飲んで食って頃合いを見計らってずらかろうってんでひどいやつがあったもんで、翌日なんてんでわーわー騒いでおりますうち富が始まります。寺社奉行は立ち会っておりまして、囲みの中大きな木箱、中には番号札がぎっしりと詰まっております。先の尖った木々のようなもので中を一つトーンとつきますと、これを正面に差し出します。子供のようなかんばしった声で何番何番とこれを読み上げてまいります。本日の本当に一番、これを聞き逃しちゃいけないという、今までざわ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 ついておりました場内一面水を打ったようにシンと、ちょうど今のような状態になるんだそうです。本当に一番根の1365番、根の1365番、わーという歓声、当たってやしねえんだろうけ、まあ退屈しないんだから見るだけ見ておこうか。これか、なるほどね、一番富が、これが根の1365番と、2番富が辰の2347番と、3番富が虎と、きれいに分かれるもんだよな。俺のが根の1365番ということ、根は1番富が根だよ、これが、根の1365番、で俺のが、根の1365番、根の1365番、
いな。これは近くてもダメなんだよな。当たらなきゃ何の値打ちもありゃしねえや。当たらない。どこが違うんだこれ。ね、ね、300。